はい、それでは、座談会を始めたいと思います。前半の講演では、倉重先生からですね、植物学とそれから古典のテキスト、それを、つなげる、まあ、最新のゲノム科学、そういうことから非常に興味深いお話をいただきました。それから大野先生からは、コモンズということか、それから、つながるというキーワード、そういう中からその自然を生かした接点づくりのお話をいただきました。どうもありがとうございます。で、まず現在、千葉大学附属図書館の松戸文館では、このちょっと小さくてわからないと思いますけども、植物画と園芸というタイトルで展示会をやっております。あと1週間やりますので、ぜひ、ご視聴の方で、まだ見ておられないという方は実際に来て見ていただけるといいと思います。まあ、先ほどお話があったさまざまな資料が展示されております。はい、それで、座談会に入っていきたいんですけども、松戸文館は、まあ、我が国唯一の園芸専門大学図書館、まあ、そういう特徴があるというふうに思います。で、今回皆様のご寄付で、ランドスケープに配慮した空間という、そういう特色が加わりました。で、千葉大学全体ではですね、アカデミックリンクの理念のもとに図書館と教育研究のリンクを強力に推進しております。で、アカデミックリンク松戸文館ですけども、は理念である理念にコンテンツとフィールドと学習の近接というものを掲げています。本館のアカデミックリンクはコンテンツと学習の近接ということですけれども、まあ、先ほど お話がありましたように、園芸研究員の場合は、フィールドが大事だということで、フィールドも入っているわけです。で、それをどのように進め、今後何を生み出していくのかというのが課題になっているというふうに思います。で、今回できたアカデミックリンク松戸はですね、国立大学の一学部としては非常に、まあ、異例の施設整備だと思います。大変恵まれたものを作っていただいたというふうに思っています。これからいかにその可能性を引き出して、十分に活用して、利用をしてもらうかということが大切だというふうに考えています。で、今日は園芸学部に関わりのある、しかも多分温かい心を持ってですね、見守ってくださるような、そういう外部の方々に集まっていただいておりますので、まあ、ぜひ、その外からのご意見をお伺いしたいというふうに思っています。で、今日の座談会ですけども、先ほどお話しいただきました倉重先生と大野先生に加えまして、アカデミックリンクセンター、本学アカデミックリンクセンターの国本千尋先生、それから人文科学研究院っていいですかね、の多久佐川瑞樹先生のお二人に来ていただいています。で、まずは国本先生から、アカデミックリンクって言っても一体何だいっていう視聴者の方々、そういう状態だと思いますので、まずそのアカデミックリンクについてご紹介をいただきたいと思います。国本先生、図書館情報学専門ということです。よろしくお願いいたします。それではですね、私の方からは、この松戸アカデミックリンク松戸という図書館を、私、西千葉のアカデミックリンクセンターというところに所属している人間なんですけれども、それをどのように今作ってきたかということと、今まさしくおっしゃった通りなんですけど、文化庁おっしゃった通りなんですが、アカデミックリンクってそもそも何なのということをですね、ちょっと皆様方にご紹介しようと
思います。でここから少し私の方でちょっとスライドを用いてですね、説明をさせていただきたいんですけれども、アカデミックリンク松戸という、まあ、この今私たちは、まあ、学生さんから見ると図書館という扱いだと思うんですけれども、これについてですね、ちょっとこれからいくつかちょっとポイントを説明したいと思っています。で一つがですね、アカデミックリンクって何だいっていう説明の 一番目の答えがですね、まず物理空間としての千葉大学附属図書館松戸分館のことを、まあ、我々松戸アカデミックリンク松戸と最初の段階ではまず言えると思っています。まあ、これそのものの建物の名称のプレートのところにもアカデミックリンク松戸と書いてますので、まあ、この建物のことを、建物というか施設全体、物理空間のことを指しているっていう考え方が一つできると思うんですね。でもう一つ、実は学習支援のコンセプトとしてのアカデミックリンク松戸というものも実はありまして、これ実は、千葉大学では2011年からアカデミックリンクっていうですね、学習支援コンセプトをずっと掲げております。で生涯学び続ける基礎的な能力ですとか知識活用能力を持つ考える学生を、まあ、育成しようというような、ことを目標に、学習とコンテンツの近接、つまりただ学習場所を提供するとかいうことでもなく、学生の学習をほったらかしにするとかっていうことでもなくて、コンテンツと、あとそれから空間と、まあ、人によるサポートですね、今右側に三角形が3つ出てると思うんですけれども、場所とコンテンツと人によるサポートというのをトライアングルのように学生の行動の近くにくっつけていって、学生が自ら学ぶっていう能動的学習を実現しようと。でその時点では、対象千葉大学の学生たくさんいますので、その中では全学の、教養課程におけるつまり一番よくいる 1,2 年生ですね、千葉大学ではこれ普遍教育という言い方をしておりますけれども、教養課程における教育と学習を支援しようということを当初念頭においてこの支援を始めました。でいくつか松戸にも引き継がれているコンセプトがあるので後々説明しますが、そのコンセプトをもとに、現在はですね、学部の高学年ですとか大学院生の研究支援にまで拡大をしていますが、当時はこういうふうに考えていたということがあります。でこのコンセプトの実は発展版がアカデミックリンク松戸です。で2017年、具体化してきたのはちょっと2017年以降だと思ってるんですけれども、基本コンセプトにプラスアルファをしまして、まずその松戸というのはですね、園芸学部の学生さん、つまり一つの学部学科の方が、一つの学部の方がいらっしゃる単独キャンパスなわけですね。そうするとその専門に対しての興味を持っている人っていうのが多くなるわけではあるんですけれども、その専門以外にも興味を持って広くかつ深く考える学生を育てていこうと。あともう一つですね、ちょっとこれは千葉大学にいた人間はよく知っていることなんですけれども、2011年にこの上のコンセプトができたおかげで、西千葉は実は急速に学習環境の整備がぶわっと広がりまして、ご存知の方はご存知の通り、本館が4棟構成の1階から4階までガラス張りの全部離していく空間ができるとかですね、すごく学習環境が良くなったんですね。でその子たちが、学年が上がって松戸に来た時に、その変化に適応できるだけの新しい学習環境とかコンテンツがまだ揃っていないという課題がありましたので、これをなんとか整備していこうということが2つ目のポイントで、最後がですね、やはり松戸の専門課程における教育と学習、それからこれは探っていくうちに分かったんですが、やはり松戸の園芸の学生さんっていうのは研究を視野に置いた、学びをしていることがとても多いので、研究もこれに加えて、つまり上のアカデミックリンクでは教育と学習だったんですが、これに研究もプラスして支援をしていこうということを、実は考えました。なので園芸学研究科に特化した学習サポートのコンセプトがこのアカデミックリンク松戸であるという言い方もできると思います。実際にこれをするときにですね、何をどのようにサポートするかという話なんですが、単純にそれを、まあ、我々がこれがいいと思うと思い込みで言うというわけにはいかないわけですので、実はきちんと下準備をしています。でまずは学内の IR の先生にご協力いただいて、まあ、松戸の学生さんがどんな生活を送っているのか、ちょっといろいろ分かったことはあるんですけれども、その IR データによる分析をして、プラス、私たちアカデミックリンクセンター西千葉にいる人間はちょっと松戸ちゃんと分かってないということで、いくつかの研究室を訪問させていただきまして、普段の学生さんたちの学習環境ですとか、それから教員の先生と学生さん両方の面から意見を聞いたりということを、かなり先生方にご協力いただいてですね、やらせていただきました。でそれから大学院生に対してのグループインタビューということもしています。まあ、これはかなり
すべての領域から必ず学生さんに出ていただくということを前提に、いくつか何回かインタビューしたんですけれども、その結果ちょっと、やはり研究室についてもっと早くから知りたかったっていうニーズですとか、ちょっとまあキャンパスを移動してるっていう事情もあるんですけれども、研究室に入る前に居場所がないっていう問題があったりとかですね、あとやはり遠隔キャンパスならではだなと思ったんですが、その西千葉がやっぱり大学の本拠地なので、そこでいっぱい支援セミナーが行われるんだけど、参加したいのにそれに参加できなくて、じくじたる思いを持ってるとかですね、あと留学を念頭にかなり置いてる領域が多いようなんですけれども、まあ、それに対するサポートが、足りてないというよりですね、学生に見えてないですね、届いてないらしいとか、それから資格試験もかなり重要なんだというような、いろんな声が上がったものですから、いくつかこれを前提に、まずは基本がなってないとダメですので、園芸学研究科のカリキュラムに沿った教育と学習を支援するんですけれども、同時に、ここはもうちょっとラボだなっていうのが思ったんですね。研究室で行われる教育、学習、研究、あと多分プラスアルファの何か活動がそれぞれの研究室であるはずなので、それに合わせた支援っていうのも必要であろうと。でもう一つはですね、学生さんが自発的に行う学習図書活動が比較的多い感じもしましたので、そういうものをですね、つまり大学と直接関係ないんだけども、自分のキャリア、自分の研究、自分のプロジェクト、自分のコンペに対して必要な何かがあるならば、それも支援を広くしていこうっていうことをまあ考えました。なので、当時の2011年当初に西千葉でやっていた支援よりは、松戸は拡大している傾向があるかなというふうに思います。で、この3つのものをしっかり立てた上で、これを念頭に実は空間ですとか、サポートということを設計していきました。まさしくデザインということに。ちょっと先ほどの三つどもえの床というか三角形の円のですね、順番の通りで説明をさせていただこうかと思うんですが、じゃあ空間はどうしたのかっていう話をですね、させてください。で、実はこれちょっとすいません、ここで途中で差し挟んであれなんですけれども、ご紹介したいものがありまして、ご存知の方はご存知ではないかと思うんですけれども、この実は空間というか先ほどの1番目の物理空間としての松戸アカデミックリンクがですね、先日グッドデザイン賞を受賞しまして、ちょっと今私外観からの写真をちょっと持ってこなかったものですから、ここで見ていただくといけるといいかなと思ったんですが、外側にこういうフィールドがあって、ちょっとこれ分かりづらいですが、第一その前にある庭園からずっと第一をつなげて図書館に行くまでの道のりがきちんとこう設計をされているっていう、で外とこう なだらかに坂で全てつながっているというような非常に素敵な設計になってまして、だいたいちょっと中からそれがどう見えるかっていう話はないんですけれども、ちょっとここを見ていただきたいんですが、実は先ほどコンテンツっていう項目があったと思うんですけれども、ここ特徴はですね、この周辺にあるその庭園ですとか、それから自然環境とか、そこにある畑みたいなランドスケープ空間自体も学習における教材コンテンツであるって捉えてるっていうのをちょっとご記憶ください。なのでここから先ちょっと私が話すとき、コンテンツがちょっと図書館よりなんですけれども、実際にはそうではなくて、園芸学の先生が教材として学生に提供する、そういう周辺環境も含めてコンテンツとして捉えた、でもその結果いろいろ頑張って皆さんが設計してくださったものが、先日こういう賞をいただいたということになります。ご興味のある方はすいません、各自ググっていただけるとですね、出てきますので、ぜひご覧になっていただければというふうに思います。すいません、スライドの方に戻ります。で、空間を、中からなかなか普段見られないと思いますので、中の空間のちょっと説明をさせていただきたいんですけれども、まず2階が非常に特徴的でして、アクティブラーニング用の空間になっております。で、複数人が会話可能な空間で、可動型の机と椅子が、置かれています。でそれから壁一面がですね、これ見て写真で見て白く見えるところはほぼほぼ全部実はホワイトボードでして、上から下まで全部字が書けるようになってます。なので、実は2階に入っていただいて白いものがあるなと思ったら、一部の例外を除いてほぼほぼホワイトボードというふうに思っていただければいいという形になってまして、今展示で使っているのでですね、絵とかがかかっている部分も実はその後ろの白い部分は全部ホワイトボードです。なのでもう好きなように好きなだけ学生さんが絵とか図を描けるように。
それから、パソコンを使う方が今やっぱり多いって、コンセントをですね、もうありったけ施設環境部の方が悲鳴を上げない限りっていうのを冗談で言ってたんですけれども、至る所に柱とか降って足元を見るってやたらコンセントがあるという状態にしてます。理由がありまして、学生さんのですね、動線が実はコンセントの位置によってかなり制限をされてしまうんですね。でコンセントがある場所に寄っていったがためにホワイトボードが使えないみたいな、その本末転倒なことが起きないようにと思いまして、至る所に本棚とか降って下見ると、あるいはここにもコンセントというような設計にしてもらいました。でまた真ん中のところにですね、非常にこの吹き抜けで全部ガラス張りのグループ学習室というのがあります。で2室あって、ちょっとすいません、写真だと見づらいんですが、男の子が壁に字書いているように見えると思うんですが、これ壁ではありませんで、木材質のものの上にコーティングを塗っていて壁に見えるんですが、これも全面ホワイトボードになっています。なのでもうこれも好きなだけ壁に絵も図も描けるという状態になっていて、でもう一つ西千葉時代からのコンセプトでですね、見る見られるっていうコンセプトがありまして、それぞれが勉強している姿を他の学生が見ることによって刺激を受けられるっていうのが前提であるんですね。なので実はこの2階の空間はなるべく遮らず、 なるべく、学生にはスケスケって言われましたけど、なるべく見えるようになっている。でお互いの姿を見ながら、あんなやり方もあるんだなっていうのを共有しながら勉強してもらうっていうような、ちょっと他よりはスケスケ具合に大きいラーニングコモンズになっています。あともう一つが、先ほどからちょっといろいろところ出てるキーワードだったり、フィールドの建設っていう言葉が出ていると思うんですが、2階にですね、ちょっと大きい蛇腹の窓みたいなものがあるんですが、これ実は開きますとバッてこうフランス庭園に向けて、ご在校生の方はご存知だと思いますが、フランス庭園に向けてバッとこう開きます。で前にある緑の木がすごく今緑の時期にはブワーって綺麗なんですが、これがですね、秋になるとざっと葉っぱが落ちて、冬以降はここからずっと一本の線のようにフランス庭園の中央の軸の部分がですね、景色が見えるようになっています。で設計当初から言われていたことなんですけれども、学生さんが外で学んでわーって入ってくるっていうのはしやすいようにとか、庭園と歩道とのつながりを大事にしようというところで、至る所にこう外に出れるような仕掛けが実はかなり詰まってます。でもちょっといろいろな事情でコロナ等もあってですね、開いている回数見たことある方少ないと思うんですけれども、イベントがあったりするときにはこれをバッて開いて自由に市民の方等も出入りできるような設計になっています。でまた見る見られるだけではなくてですね、学生さんがいろいろ植物とかを持ち込んだりしてくることもあるかもねということで、十分な光量を確保してあげたいなっていう先生方からの、オーダーがあったりとかですね、あと在校生の皆さんはぜひ床を見ていただきたいんですけれども、長靴で泥をつけたまま補助から来ても遠慮しなくていいようにということで、非常に掃除のしやすい床になっていたりとか、先生方の細かな皆さんへの思いやりがすごく詰まった環境になっています。で、ちょっとフランス庭園はぜひ秋、今ちょうど葉っぱ落ち出した頃なので、もしいらっしゃる方がいらっしゃったらですね、ぜひこの2階からこの庭園の方をざっと見ていただけると、これが綺麗に見えるという形になっています。3階の方なんですけれども、3階は個人学習用の空間になっています。で各テーブルのところにですね、全部の個人学習席が実は窓側を向いている、ちょっと今間引いた数しかちょっとすいません覚えていないんですが、間引いても3、40席ありますので、それ以上の数がですね、すべてこう外向きに、となっています。で他の部分はちょっといわゆる一般的な昔ながらの図書館ではあるんですけれども、この机がやっぱりその個人学習もラボにいると個人学習がなかなか逆にうるさくてできないって言ってる学生さんとかもいたので、個人学習自体のニーズも非常に大きかったんですね。静かに勉強できる空間と、あとこれは西千葉自体からの成功体験の持ち込みかもしれないですけど、十分なパーソナルスペースがあると学生さんが非常に喜ぶということが分かりましたので、松戸の場合はですね、実は奥行きが西千葉よりもかなり長めになってます。というのは手前におそらく図鑑ですとか、レジュメですとか、かなり多めの資料を置いた上でパソコンを見るとか、いろいろ地図を広げてから見るとかって、いろいろニーズがちょっと大きめのものを使うニーズが多いようだったっていうのもちょっとあると思うんですね。なのでちょっと少し奥行き長めので、個別コンセントと LED とブラインドっていうのは西千葉でも実は図書館に装備しているものなんですけども、自分で光量を調節して自分で一人で電源を占有できるっていうのは絶対欲しいっていうのは、もう今回のこの設計でも佐藤総合計画さんも見事にこう踏襲してくださっているということになります。でコンテンツの方なんですけれども、こちらに関しましてはちょっといろいろ先ほど申し上げた通り、実は外の
皆さんが持ってきた葉っぱとかですね、補助から持ち込んできた丸々っていうのも全てコンテンツとして考えているんですが、ちょっと私の立場的に図書館と仕事をすることが多いので、図書館のコンテンツの話にちょっと寄っております。申し訳ありません。で、コンテンツと学習の近接というのはですね、学生の学習場所の近くに、つまり学生がわざわざ図書館とかの本棚に行かなくても本の方から学生さんの方に近づくっていうことをちょっと意識しています。なので2階の先ほどのぐわって開けたですね、アクティブラーニングスペース、まあ、机と椅子が自由に動かせるような空間なんですが、そこに本棚が実はたくさんわーっとこう壁沿いにあるんですね。その壁沿いの本棚はいわゆるなんていうか実践分類法っていう図書館で行われているような分類の本ではなくてですね、研究資料ナビゲーターというんですが、園芸学研究家の先生方にですね、全て本を選んでいただいて、その一冊一冊にコメントをつけていただいて、推薦コメントがついているんですが、これから研究を始める人に向けた研究入門書、それから論文ですとか図鑑類ですとか、そういうものを選んでいただきました。で、無茶なお願いをしたので、各領域100冊目標にとかっていう無茶、大変無茶なお願いをですね、忙しい時期にお願いしたんですが、なんと先生方が揃えてくださった結果ですね、今旧6領域分でお願いしたんですけれども、454冊領域別に配置されています。で、これがですね、 ebook でも今同時購入していて、手に入る限り、すいません、日本の場所って電子化されてないものが多いので難しいんですが、電子化されているものに関しては、今いる学生さんが検索に使う OPAC っていうシステムを、ブックリストというところを開くとですね、もうここから直見られるように図書館員が頑張って整備してくれていますので、研究室とかご自宅からでも見れるのでですね、学生の皆さんはぜひご利用ください。で、実はこの図書が、大体、この松戸の図書館の貸し出し、年間の貸し出しのうちの20数パーセントを占めるという状況になってますので、先生方にご苦労をおかけした会はあったというか、学生には非常によく利用されています。それからサポートの話をさせていただきたいんですけれども、学習サポートにちょっと当初は力を入れていました。で、領域別学習、やっぱり松戸のキーワードは各領域ごとにニーズが違うということなので、旧6領域の表示のままでちょっと恐縮なんですけれども、組織改編前の6領域別の学習相談というのを先ほどの2階のスペース内に院生さんに座っていただいて実は開催していました。で、この院生さんたちもですね、実は各領域の先生方に教務委員会通じて推薦をいただいた外学院生の方々です。先生方住み付きの 先輩方が座っていると思ってください。で、各領域から 1,2 名ずつ出していただいているんですが、ちょっとコロナ前から計画はしてたんですけれども、ちょっとコロナになったのでですね、今オンライン形式に移行しております。で、2名ずつの先輩方がこう前ほぼですね、月火水木金の中のどこかに必ず座っていて、数領域の先輩方がいろんな皆さんの悩み事とかに乗ってくださるっていうのを始めていますので、ちょっと今あまり浸透していないようなんですけれども、もしよろしければご利用ください。先生方からもっと自己紹介載せたりいいんじゃないのとかって提案があったものはもうすぐに入れてですね、今先輩たちが書いた自己紹介とかこれなら相談に乗れますみたいなのすべて載ってますのでご利用ください。それから研究サポートの方にも力を入れています。これは何かと言いますと、西千葉でやられているその各種の研究セミナーが、実はその松戸からだと移動が厳しくて参加できないというような声が非常にあったものですから、これをちょっとまあ改善したいなと長年思っていたんですね。なのでそれをですね、各種研究セミナーを次々に今ウェビナー化したりですとかオンライン提供することを試みています。ただやはり手を動かす実習系のセミナー、論文を実際に探してみるとか機械をいじってみるみたいなものはその場にいないとやっぱり対面でその場で直接やり取りをしないと難しいものっていくつかあるんですね。なのでそういうものに関しては、松戸の方に西千葉の方から人が来たり、松戸の院生さんにちょっとご協力いただいたりしながら、50ミニッツセッションっていう少人数の実習型セミナーの松戸版というものを開催したりしています。ただ、我々もやっぱりこれをやるときに、コロナ以前からちょっと良かったなと思ってたのですね、なんとか遠隔キャンパスにいる松戸の方にも、このセミナーを聞いていただこうって思って、いろいろウェビナーの準備をしていったんですね。で、理由は、わざわざ松戸の学生さんが西千葉のいろんな論文制の書き方セミナーとかに来てくださるんです。で、夕方に息切らせて駆け込んできてくださるみたいなことがたくさんあったので、こういう人たちを支援しようと思って、次々準備してたものが実際にはコロナ禍において全額の支援に通じて井の花ですとか他のところのサポートにもつながったので、これは大変ありがたかったなと我々も思っています。
ちょっと最後まとめとこれからということで、ちょっと今日の、セミナーの後、セミナーでもですね、座談会につながる少し話を持っていこうかなと思っているんですが、これまでやってきたことは、我々はですね、実は学部や教育カリキュラムの特性に合わせた支援と、学生のニーズに合わせたカスタマイズ型の支援だったんですね。ただ、同時に、コロナの前後に電子情報源と支援をフル活用するということを実は意識的にやってきました。で、なぜそうしたかというと、まず松戸が遠隔キャンパスであったので、つまり遠方にいる人に支援を届けるってことをすると、電子化ってすごく必要だったという、裏事情のようなものがあります。あと、松戸は研究ラボを中心にいろいろ動いてると思うんですけども、そちらの世界はすでにとっくにいろいろ電子化されているんですね。なので、その上で学図書館にできることは何かというのを考えると、電子情報源とか電子的資源のフル活用必須だったということがあります。あと、ちょっとですね、松戸が有するコンテンツと電子化の相性の良さというのがちょっとあると思っていまして、これ後ほどご紹介しようと思ってるんですけども、江戸明治期の園芸図書のコレクションとか、萩庭の植物標本のデータベースとかを我々ちょっと石場の方で作ってたんですね。つまり園芸とか植物に関わることって、電子化すると幅広く市民とか他の大学の方とかに役立つ情報源がたくさんある。それから花式素ライブラリーのような先生方の研究成果、これまた別途ご紹介できればと思っていますが、もうこれも実は先生方の成果物が電子化すると割とよく利用されるのではないかっていうのをちょっと思っていまして、ちょっと感じていることではあるんですが、物理環境と電子環境の双方で実はバランスの良い支援展開っていうのをしていくことが不可欠かなと思っています。特に手を動かすとか人に会いに行くみたいなこともすごく必要な分野だと思いますので、これ両方やらないとダメだなっていうのは支援の方からは感じています。あと園芸学教育と研究ってなんとなくですね、今ちょっと合間合間に先生方と今登壇者の先生方と話してたんですけど、すごくいろんなものが合わさって創造性を発揮するっていうのが多いんですが、距離とか時間を超えてそれを結集するっていう時に電子化ってすごく有用なんじゃないかと思ってまして、電子化でそれがすごく加速するんではないかなっていう可能性のようなものはちょっと感じています。で、ちょっとこれは我々のこれからの課題なんですけれども、いろいろ作ってはきたものの、まだフィードバックを実は受けてないんですね。なのでラボとか研究とか、そのキャリアを実際に積んで外に出られた先輩方の意見とかも聞かないといけませんし、あと COVID-19 が起きた後の教育がどう変わるかとか、あと学生さんがどう変わるかとか、この辺も取り込んでいかなければまずいなというふうに思ってます。特に学生さんデジタル順応がかなり早くてですね、もうノートを電子で取ることに苦労はありませんとかですね、だんだん変わってきてしまっているので、これに合わせたものが必要かなと思ってます。ただ一方で、先ほどのバランスの話なんですが、リアルな方の場所とサポートはですね、始めたばかりの1年くらいの時に COVID-19 になってしまったので、この進化はまだこれから評価が必要だと思っていまして、知らない人にこれを知らせていくっていうことも同時並行で続けないとまずいかなと思っております。ということで、ちょっとですね、最後にすみません、最後に一瞬だけ、先ほどのちょっとちらっとお見せした先生方が作られたものをですね、ちょっと見ていただきたいなと思ってですね、一般の方もこれ C アークっていうのは図書館のホームページから飛べるんですけれども、こういう園芸学の図書のものをですね、他大学のものと見比べたりするシステムですとか、これは、花色素ライブラリーは園芸の先生方が作られたものなんですけれども、花の色素とか品種名から色素、写真から探して色素を出してみたいな、こういう電子的な学生物を今先生方もたくさん作られておりますので、もしご興味がおありの方がいらしたらですね、ぜひご覧になっていただければと思います。すいません、ちょっと時間超過いたしましたが、これで終わりにいたします。はい、どうもありがとうございました。それではもう一点、もう一つコメントをいただきたいと思います。たくさ川みずき先生がお願いしたいんですけど、たくさ川先生は文学部のご所属で、園芸学からちょっと遠いんじゃないのというあるかもしれませんけど、図書館が持っているさまざまな文章ですね、そういうことに関してはご専門でいらっしゃいますし、実はお父様は園芸学部出身の方で、コメントいただきたいと思います。たくさ川先生は、近世史がご専門で、特には演劇がご専門です。で、よろしくお願いいたします。
礼いたしました。ただいまご紹介に預かりました拓沙川と申します。私は父が千葉大の演技学部出身ということで、幼い頃から大学の最初のイメージが千葉大の演技学部でございました。で父が仕事ですとか趣味でかなり演芸のことを関わっておりましたので、大学というのは生涯にわたる仕事ですとか趣味に関わる学びをもたらしてくれるものというとても良いイメージがございました。なんか縁がありまして、文学部の方に就職することになりまして、そしてこの場に、お声掛けいただいたことを大変光栄に思っております。で本日は、私もその演芸好きということもありまして、張り切って準備してきたんですけれども、今回の展示ですねと、所蔵資料について、こちらの所蔵資料について少しコメントをさせていただきたいと思います。こちら今回の展示で、作られておりますリーフレットですね。で、一見していただくと分かるんですけれども、もう彩色が素晴らしい資料がありまして、先ほども小林先生に案内していただいたんですけれども、大変貴重な資料が揃っております。でただ、展示となりますと、やはりこういう彩色された資料は退色の心配がありますので、あまり長く展示することはできないんですね。で、それを見越してインターネット上でも、先ほど栗本先生からも話がありましたけれども、すでにこの手の資料が公開されております。で、こちらですね、この、調べ方っていうのは、ちょうど展示会でもスライドというか映像が出ておりましたけれども、千葉大学附属図書館の、このトップページですね。でそこからここですね、ここをクリックすると、このような、毎回この画像が変わって面白いんですけれども、リソースコレクションというのが出てきます。下の方、このコリションコレクションも素晴らしい資料なんですが、私も拝見させていただいて、今回は江戸明治期園芸書コレクションですね。で、下の方に行っていただくと、先ほど栗本先生がご紹介してくださった通り、ここありまして、ビューアーもいくつかあります。クリックすると、非常に高精細な画像を見ることができる。で、ケマンソー、タイツリソーとか、今でも売ってて私も好きなものですけれども、こういう、たくさんの画像というかを、皆さんも見ていただくことができます。で、すいません、はい。で、こういうカラーのもの、美しいものも良いんですけれども、私はその人文科学研究の立場から少し気になったところがありまして、倉重先生のご発表の中に、ご講演の中にありました錦繍枕の資料なんですが、こちらにあるのは、複製ですが、その中の枕という署名が非常に気になったんですね。と申しますのも、枕本という言葉が書史学であります。別名懐中本とも言うんですけれども、箱枕の引き出しに入れられる大きさの本、半紙を二つ切りにして横長の形に閉じた本、例文として浮世草子から太平記の枕本をそろそろと読んでというようなことが生前版日本国語大辞典に出ておりますけれども、こちらは江戸の演劇書本から引いてきたものなんですけれども、私 の, 専門の演劇研究、演劇研究の中では、この横本とか懐中本が非常に馴染み深いものなんですね。で、例えば、右側は加藤節の段物集、段物というのはこの何て言うんですかね、サビばかりを集めたっていうような、そういうものなんですけれども、そこをこう、絵も入ってますけれども、こう一番サビになるところを稽古するような、そういう本なんですね。で、左側にありますのが役者評判記ということで、今風に言いますと、推しの役者の活躍をこう毎年毎年見て、なるほど、今回は位が上がったのね、大上場吉ねっていうような感じで、
楽しむ、そういうファンブックです。で、例えば持ち歩いたりですとか、持ち歩いてみんなで読み合ったりですとか、あるいは、まあ、今で言うとベッドとかソファーに寝転んで読んだりとか、まあ、そういうような本なんです。で、まあ、本日は小林先生お着物ですけれども、ちょうど懐中本という懐に入れたりとか、袖に入れたりとかして、まさにそのフィールドですかに持っていてるということですね。で、まあ、その意味では、今日の浦重先生のお話にあった伊藤伊兵衛の庭で、その何て言うんですか、三角の霧島、大きな霧島を見ながら子供、子株を物色するという話がありましたけれども、まあ、その時にもしかしたら持って歩いていたんじゃないかなっていうような、まあ、そういうような本なんですね。で、こちらはですね、明治になってから出たものなんですけれども、歌い本でして、まあ、洋曲旅枕という名前がついています。で、これはこの木箱も特注したような特別本なので、本当に枕にしたりはしないと思いますけれども、それでも風流の命名で、まあ、旅に持ち歩いて、まあ、それを枕に眠って時に歌いを歌う、そういうふうにしてくださいっていうような、そんな意味が込められた本だと思うんですね。ですので、この金秋枕にも、まあ、これらの横本と同じような出版意図が込められていたのではないか。で、教授者もそのように使っていたのではないかと考えると、大変興味深い資料だなということを、感じました。で、さて、展示されているもの以外にも、実は今回いくつか興味あるものを閲覧させていただきました。で、私は先ほどから綺麗な本とか言ってますけど、実はボロい本も大好きなんですね。それで、中でも私が初めて閲覧に伺った時から見せられてしまったのがこの本で、後の花3巻3冊なんです。で、最初のスライドのトップページにも使っていたこの虫の絵もここから実は撮らせていただいたんですけれども、こちらの展示太っ腹で写真を撮ってもよいということだったので、展示も写真撮らせていただきましたし、資料写真撮らせていただいたんですが、ちょっとこんな風に加工していいとまではご許可いただいてなかったので、今ヒヤヒヤしながら、でもやっちゃえということで出しております。はい。で、これは菊についての本なんです。菊の栽培について。で、まあ、こういう風に虫は花につく虫のことを紹介ですね。で、それですとか、まあ、こういうふうに並べてありますけども、育て方、まあ、土作り、あと種類ですとか、まあ、種類はいちいち絵がついています。あと花壇の管理、まあ、花の飾り方、挿し芽の仕方、あらゆる情報が、まあ、菊作りについてのあらゆる情報がまとめられているという、大変楽しい、ガーデニング好きにはたまらない感じの本ですね。で、せっかくなので少し内容のご紹介をさせていただきたいんですけれども、こちらは、花壇姉妹のことっていうんですかね、花壇姉妹というふうになりまして、ちょうどこの緑の矢印のところから少し本国活字化してみました。さて、菊の株地より二尺ばかりに切り残し、紙札にそれぞれの名を書き、札の土に触らぬように、四五寸上につけておくべし。また、見追いの未だ名のつかぬ菊は、その色品をよく書きつけ、札をつくべし。春は必ず忘るるものなり、また花壇帳を作るもよし。ありまして、この春は必ず忘るるものなりで、ガーデニングあるあるで非常に共感を覚えました。で、これが面白くて、閲覧に伺ってはちょっと一生懸命読んだりとかしたんですけれども、やはりちょっと専門ではないものですから分かりかねるところもかなりあるんですね。例えば、まあ、とても素敵な絵が入っていまして、真ん中のものなんかは一輪受け入れっていうふうに、切りすぎヒノキ板よしっていうふうに書いてあるんですけど、これは一体何に使ったのか、その生けて綺麗飾るものなのか、それとも持ち運ぶものなのかのがあるんですね。下にはその苗通い箱がありまして、これをなんかやっぱり持ち運んだもののようなんですね。でさらに左側は、北
許可、久しく、たしなみ置くことに書いてあって、なんか長く保存するための本の、本というか、道具のようなんです。で、サイズなんかも詳しく書いてありますし、まあ、気になったのは、また田舎へ行くに、にも、この箱に入れて、ゆきてよし、というふうになりまして、どうやらこの箱で田舎にまで運んでいたらしいことが分かるんですけれども、それも倉重先生のその、ツツジのお話で運搬の話があったので、まあ、大変興味深く伺いまして、こういうような実理的な運搬について、植物の運び方について書かれた文献なんかがどのくらいあるのかなっていうようなこともぜひ伺いたいななどと、考えております。で、そんな、まあ、楽しい後の花っていうこの文献についてもっとよく知りたいなっていうふうに考えましたので、そういう場合は例えば人文研究の世界では国文学研究資料館の、日本古典籍総合目録というデータベース、これ新日本古典籍というのが旧とあるんですけれども、ちょっとなかなか私なんかは旧の方に親しんでいて、新でうまく動かないところもあって、今ちょっと移行中なのかなという気がします。で、旧の方の日本古典籍総合データベースでこの後の花について、検索したのがこれなんですね。そうしますと、写本もあるんですけれども、版本で、聖徳三年版が国会、国会次第、兄弟とあって、この3つは完全版かなというふうに、ここから読み取ることができるんですが、東北大学の文庫だと、ケツがあるんですね。この下の方に、イメージっていうのがあるのが、ここ、写真が載ってるということなんですけれども、でも、第9条ケツ、完全本ではないわけです。であとは日比谷加賀中間歩写とか、意外と中間月とか、後の方になってくると中間月とか、完全なものがないんです。そこでもうちょっと完全なものを見たいなと思いまして、この上の国会図書館本だったら見られるんじゃないかと思って、国会図書館デジタルコレクションで見てみました。そうしますと、3巻といっても、3巻を合鉄、一冊にまとめてしまって、後にまとめてしまっている本だったんですね。しかも表紙を見ていただくと分かるんですけれども、こちらの松戸文化所蔵のものは、こう、書史学でいう大切な大線が3巻とも揃っている。で、まあ、多少欠落はあるんですけれども、ちゃんとその大仙台といいますか、下題が読める形になっておりますけれども、国会図書館の方は、同じ大線が貼ってあったんだなということは、この下の方のわずかに残った部分で分かるわけなんですけれども、大線欠落ということで、松戸文化の本の方がずっと素性というか、言いますか、状態は良い本ということになります。で、まあ、こういう時やはり、私が指導している学生なども卒業論文を書くとなったときに、国立国会図書館のデジタルコレクションですとか、あるいは、先ほどの国文学研究資料館のデータベースを見るんですね。で、特にその国文学研究資料館の方は、どういう本が、全国にあるかということを、まあ、一覧化してくれているわけですから、それをもとに研究を進めるわけです。ところが残念ながら、今のところは、千葉大学の例えば小石コレクションですとか、今回の松戸のコレクションだとかは入ってないんですね。でけれども希望があるのは、今ちょうど一緒に国文学研究資料館と共同で作業を進めてらっしゃるということが展示の映像に出ておりました。なのでもう少したらこれが出るのではないかなと大変期待しております。例えば文学部の卒論で私が指導したこの中では、学生の中では江戸の料理本とか江戸の名物について、やってる学生もいるんですね。例えば国文学研究資料館では、その江戸の料理本をもとにして実際に料理を作ってみるっていうようなこともやってまして、それは大変面白い、企画で、そういう部分に触発されている学生も結構多いです。その意味では、この菊の栽培法を実際にやってみたらどうなのかな。さっきの保存法だとか、
あるいは飾り方だとかは、その復元とかできないのかなっていうのを、一あの園芸ファンとして大変あの感じております。ぜひそういうことも考えていただきたいというのと、また学生がそういう、こういう本に興味を持ってもらうために、この貴重な書籍をどんどん公開していっていただきたいなということを、希望しております。でちなみに国立情報学研究所のサインにですね、論文検索で町の花って翻刻されているのかなと思って全文読んでみたいと思って調べたんですけれども、後の花っていうふうに調べても受粉後の花かとかそういう論文しか出てこないので、このあたりの研究がどの程度進んでいるのかっていうのをぜひ先生方にお伺いしたいところだと思っております。で、最後になりますが、やはり本が好きなので展示会でも美しい本が多くてもう本当に感激しました。例えば右側は、草木金葉種って読むでしょ。で左側は、本草作りですね。大根も素晴らしくって、これは個人的なちょっとしたお願いなんですけれども、ぜひ園芸学部オリジナルグッズ、トートバッグ、クリアファイル、一筆箋などをこれらの素晴らしいデザインを使って作っていただけないかなということも希望しております。また他にもいろいろ河野先生にもちょっと演劇関係としてお伺いしたいこともあるんですけれども、この後のお伺い会でお話しさせていただこうと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。いろいろなお話を提供していただいて、今のところのお話で倉重先生、何かお答えできることあります？菊の、栽培とか。菊のあれは自慢しに持っていくものじゃないですか。切ったものを、マスクは外してお願いします。当時の園芸っていうのは、見せたり競争したり番付を作ったりっていうことですので、いいものができた時は特別なものに入れて長期間持つようにして、それで持ち運んでっていうことがあったと思いますし、その苗を欲しいと言われた時に、冬至芽といって冬に出る芽を分けるんですが、それが乾かないように入れる箱とか、そういう用途があったと思います。あと金秋枕は、中に書いてあるんですが、この本を枕にしてると白黒の本だけど、まるで錦の布団をこうかけて寝るような素晴らしいそのツツジの夢が見られるというようなことが書いてありました。そういう意味で枕本なのかもしれません。文字通り枕にしてしまうということですね。そういうことみたいですね。はいはい、そんな意味だそうです。はい、どうもありがとうございます。すいません、私自己紹介するの忘れてました。私千葉大学図書館の松戸分館長をしている小林と申します。専門は再生生態学と言っておりますけども、植物の生態について研究しております。よろしくお願いいたします。それでは時間がもうあと30分ちょっとになってきたんですけども、視聴されている方からも質問が入ってますので、その質問の受け答えも含めてもうフリーに座談を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず少しちょっと細かい質問からお受けしたいと思うんですけども、伊藤さんって方から倉重先生にご質問ですけど、ミソメという形質はあまり聞いたことがないけども、水特有のものなのかというご質問と、それから、園芸品種の育種は、技術の進歩はちゃんとできているのか、あるいは高齢化などで下火になっているんですかっていう、そういう質問です。はい、よろしくお願いします。ミソメの形質は金秋枕にも出てくる古い形質ですが、ほぼ現在まで忘れられていたものだと思います。有名なところですと、サツキの長寿法というのがミソメ症なんですが、花が長く咲くぐらいの認識であまり注目されていませんでした。で、
ツツジ以外には見初めのような仕組みとしては花弁が萼化していて花びらが小さくなる傾向はあるんですが、まあ、萼がこう残るのと同じように花も長期間残るという形質に変化したものです。あの論文も見初め症で調べていただけるといくつか出てくると思いますが、そんな変異を起こしているものです。サツキの系統と見初めはヤマツツジの系統に一つずつ見つかっております。で、品種改良育種についてなんですが、まあ、現在はですね、まあ、様々な技術を使って、まあ、過去よりも進んでいるとは思いますが、対象となる植物が限定されていてですね、例えばツツジの場合が、育種が進んでいるかというと、まあ、そんなに売れないですとか人気がそうないということもあって、まあ、かつてよりもスピードは落ちているのではないかと思います。一方では人気のある草花とかですと、こちらの千葉大の三井先生の青いポチョーラですね、非常にこれまでできなかったようなものもできているということもあると思います。日本の強みというのはこの突然変異の集積というか突然変異のコレクションを持っているということがありますので、まあ、それの価値を再度認識してですね、それを育種に応用するということで、まあ、さらにこう素晴らしいものが出てくるのではないかと思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。もう一つちょっと細かめの質問です。明治になって大久保のツツジが各地に分散していくのは、大久保が生産地から住宅地へと変わるというそういう都市化の影響みたいなものがあったんでしょうか、あるいは何か別の理由があったんでしょうかっていうご質問です。それが江戸時代の終わり頃から明治の初期にかけてツツジに関してはほとんど文献が残っておりませんで、その大久保が衰退したから外部にツツジが出たのか、まあ、外部にツツジを販売をしていたけれどそれとは別の理由で、衰退したのかというのは、まあ、今のところよくわからないというのが実情です。ぜひその時代の文献がありましたら逆にご教示いただけますと、明治、から近代にかけてのツツジがどう変化していったかというのは分かりますので、ご協力いただければと思います。まあ、実際ちょっと分からないというのが正直なところです。はい、それでは、今度はちょっと大きなテーマです。2つあるんですけど、2つちょっと関連付けて質問させていただきますけども、1つは現代の危機の1つ、生物多様性危機と保全に関連して、日本の園芸文化の果たしうる貢献などがあればご教示をお願いしますという、ちょっともう1つちょっと別の観点ですけども、田畑さんっていう青天を衝けを見ているということで、で、維新直後の園芸の発展というのに関心があると。で、まあ、いくつかこう政府が果たした役割とか、その研究者が果たした役割とかあると思いますけども、そういう関心があるんだけども、その園芸文化の再興について何かご意見をいただけないか、ということで、まあ、日本の園芸文化の果たし得る貢献、それからその再興について何かご意見があったらいただきたい。よろしくお願いします。野菜がですね、まあ、地方品種が例えばあるとすると、それを保全するだけであまり意味がなくて、それに付随する調理法ですとか食べる文化がセットになって一つの保全の形だと思うんですが、園芸品種についても例えばそのクルメツツジというのは本来は傘仕立てといってスタンダード仕立てにして鉢植えにして、室内で観賞するものだったんですね。そのための品種改良、まあ、それぞれ地方ですとか植物によって観賞の作法というのがありましたので、まあ、それに伴ってこう品種がだんだんとこう特異的に分化していったと思いますが、ので園芸品種を
これも野菜と同じで、保存するだけではなくてですね、それに付随する文化も保全していく必要があると思っています。それがどの程度重要かというのは、保全というのはそもそもその取っておいて何かの時にこう役に立つ、何か役に立たないかもしれないけれど取っておくということもありますので、役に立つ立たないは別にして、セットで保全すべきだと思います。でもう一つの質問は先ほどと同じ答えですが、突然変異はですね、八重咲きですとか、これは交配では出なくて突然変異で出るものですが、そういう、こう形質、日本人が見つけてきた形質っていうのを再評価して、今後の育種に生かすことで、園芸の新しい世界っていうのが、日本初のですね、新しい世界が見えてくるし、それがその消費ですとか生産の拡大にもつながっていくというふうに言えるんではないかなと思います。斑入りの文化というのももともとは西洋にあまりそれを干渉する文化がなかったようですが、日本人がこう価値を見出してきたものが今世界に見出されているわけなんですが、それをもう少し日本人が客観的に評価して世界に発信できれば日本が中心だったんですが、それがどうももう他の国が中心になってきてしまう。今後はですね、そういうことが、なるべくないようにきちっとこの園芸、日本が果たしてきた園芸っていうのを評価して、それをこう使っていくというような体制が必要になるんじゃないかなと思ってます。以上です。はい、どうもありがとうございます。園芸文化についてまた最後に戻っていきたいと思うんですけども、ひとまずありがとうございました。それでは、次は、大野先生に対して2つほど、質問が来てます。質問というかご意見、1つはご意見でしょうか。ひろきさんという方ですけども、アクアマリン福島で、地震の津波で電源を失った時に大半の魚類は死に絶えたけど古代の生物は生き残りましたとお話しされていた。で自然に対抗でなくて、自然とのつながりにフォーカスするということは大変良いことと思いますということなんですけども、デザインはそういうことを意識してされたでしょうか。なかなか、その安倍官庁というのは非常にこれ個人の話であれですけども非常に変わったというか個性的な方でして、もともと葛西臨海水族館の館長されてた方が赤丸福島の館長をやられていて、この方が、その地震の後に復興するという中で、縄文の里を作ろうと、それがまさにここの古代生物という話の展開とも同じだと思うんですが、それで実は、古代から、何か根拠があって言ってるわけじゃないですけども、その古代と言ってるのはですね、その縄文の里はつまり昔から培ってきた中での、その自然を、一つ展示のものを対象としたいということで、その震災を作られたという経緯があったというところがあります。で、これちょっと今度その次私の話になりますけど、一方でこう私がいろいろ関わってる中ですってね、どうしてもこう自然に対して特に津波はそういう傾向もあったと思いますけど自然に対抗しようというような考え方が強い中で、先ほどオランダでそういう話を聞いたという話をしましたけども、うまくこう、いわゆる簡単に言えば共生ですけども、それは日本にもあったよというのが今日の私の話ですが、うまく付き合える方法は必ずあるというのが、一つ発見だし、それをいかに継承するかが、今の話で言えばそれを、もう一回今の言語に読み解き直すというのが我々設計だしデザインの仕事なのかなというふうに思います。はい、それともう一つこれはちょっとなかなか難しい質問だと思うんですけども、大野先生のスライドの中で広井先生の話がありました。で、広井先生はポスト資本主義という著作の中で労働生産性から環境効率性への誘導が時代の要請であるという趣旨の記述をされていました。で、資源の有限性というようなことをランドスケープの現場で意識される機会もありますでしょうかという質問です。資源の有限性というか要するに
環境という、ことをランドスケープ作りの中で意識されてますかっていう、そういうことだと思うんですけども、まず一つ訂正はしなきゃいけないの、ご指摘いただいたので訂正しなきゃいけないんですけど、私が在学した広井先生、千葉大学とか、千葉大学と申し上げますけど、京都大学に移られたということで、そこは訂正しなきゃいけません。その上でですね、環境、資源の有限性という意味で考えてきますと、そもそも、私は庭園デザイン学研究してるところでましたけども、そもそも庭というものがですね、よっぽどの大名とかお寺の大金持ちでもない限りは、庭というのは基本的にその場にある資源を有効活用して作るというのが、庭なわけです。庭という文化そのものが、そもそもその資源が有限の中で、環境と対話する方法としての空間造形が生まれてるんじゃないかなというのが私の理解。なので、とりわけ、もちろん時代の変化の中でそういったことが要請されて、そちらに対するニーズが高まっていることは肌で毎日感じるわけですけれども、我々が生きてきたこの庭という文化はもう常にずっとそんなことを考えてきてるんじゃないかなというのが、私の思うところです。はい、どうもありがとうございます。それではもう少し時間がありますので、少しいろいろお話をさせていただきたいと思うんですけど、今回、展示会とこういう、講演会をさせていただいて、私文化庁になる前はですね、一人の研究者でございまして、あんまり、少なくとも千葉大の演技学の図書館について関心があったわけではないんです。だけど図書館も好きでした。で、なんで好きだったかというとですね、やっぱり普段の生活と違うものになんか出会うことができる。私大学の時探検部にいたんですけど、図書館探検が楽しかっただと思います。で、こんな本があるのかっていうふうなですね、そういう発見を得ることができるっていうのが図書館の楽しさだったと思います。で、今はその一方で、デジタル化が非常に進んでいます。で、もう学生はですね、先ほどもちょっとお話がありましたけども、もう我々とはもう全然違う感覚でスマホから全て情報を入れたり出したり、私がフィールドで喋ることもスマホに入れてきて、お前ノート持ってきてないんかっていう、そういう感じなわけですね。で、ちょっと私が分かんないことをうちの娘なんか聞いても、もう検索でパパッと見つけてですね、さっと答えてくれるんですね。だからそういう意味ではデジタル化、それから検索ができるようになったということは素晴らしいことだし、少なくとも研究の発展のためにはもう絶対いいことだというふうに思うんですけども、その一方で、私が子どもの頃感じてた、その探検する場所としての図書館、だからあまりだか目的があるわけじゃないんだけど、そこで遊ぶことによって、自分の発見が新たにある、それも大事な気がしてます。で、今度 の展示会もですね、最初何かアイデアがあったわけじゃないんですけど、資料が回収の後にどんどん返ってきまして、でそれを見せていただいてて、うちにこんなにいろんなものがあったのかと。で、全く外に出てない絵までいっぱい出てきましてですね、これはちょっとみんなに見ていただかないと、やっぱ見ていただかないとやっぱりちゃんと認識されないし、場合によって散逸したりする、それもあるから、やっぱりそうやって見ていただく機会が必要だなと思って、やりました。で、あと普段は図書っていうのはだから受信法でこう分類されてるわけですけども、図書館もちょっと今日ランドスケープが一つのキーワードだと思ってるんですが、外部空間としてのランドスケープをああいうふうに整えたわけですけども、図書のランドスケープ、それをどういうふうにそのデザインしていくか、それも非常に
楽しい面白いことで、研究ナビゲーターとはその一つの試みですよね。だからその組み替えることによって、新しい姿が見える。で展示会もだからそういうことがあると思うんですけど、ただこういうことはまあやって時々やっていった方がいいのかなというふうなことを感じた次第です。それからもう一つはそのこの学部全体の問題なんですけども、図書館にはだから古くから書物が溜まってます。それから、圃場とか庭園にはいろんな植物がありますということなんですけど、その管理がきちんとできてるかというとですね、デジタル化は進むんですけど、そのマンパワーがいる管理っていうのがなかなかこうできなくなってまして、それをちゃんとやらないとデジタルデータばっかり残ってて物がない、あるいは浦敷先生がおっしゃったように植物と例えば作物と料理法があってその野菜が成り立っているんだと、そういうのがこう切れた状態になってしまう、そんなことがあると思うんですね。で、そこをやっぱりしっかりこう生かしながら残していくとともに新しいものを作っていかないといけないと思ったんですけども、そういうふうな図書館と園芸学部、特にその園芸学のフィールドが今後こういうふうなことを考えた方がいいんじゃないかというふうな、なんかアドバイスがいただければちょっとありがたいなと思って、まず一番そういうのに詳しそうな倉敷先生からなんかアドバイスをいただけるとありがたいんですけどね。園芸学部は実際の植物と実際の資料と、デジタルが揃ってるっていう、日本でも高級な場所だと思いますので、ぜひそれらをこ うまくこう連携させたワークショップなりという試みをされると非常にこう成果がいろんな分野の方が参加すると上がるんではないかなと思います。あとお願いなんですが、その文学部の先生方は多分デジタルの古い本を見て理解できるだと思いますが、私からするとそもそも目次がない本を1枚全部めくって読めないものをですね、こう筋のところとか探していくんですが、作品機能ですとかその本に 何が書かれているかと、そこまでできて初めて横断的な検索ですとか、さらにこう広い分野にこう資料があるっていうことが分かると思いますので、そこまで踏み込んだようなデジタルのこう資料を揃えていただくと、さらにこう園芸学の歴史の研究が進むんじゃないかなと思っておりまして、それを、最後にお願いしたいと思います。今のことに関してはそういうことは国本先生専門なんですよね。私の分野が主にメタデータっていう考え方があるんですけれども、多分ですね、先生もちょっとちらっと見せてくださったトリプル IF とかの見るときにですね、最近のデジタルデータはそういう細かい詳細なデータを割と取って読み込めるようにしてあるんです。その今までちょっとですね、おそらく従来のデジタル化はただベッてこうスキャンしました終わりみたいなものが多かったのは事実だと思うんですけれども、それをきちんと今おっしゃったような検索機能に対応しうるような、それをするためには統一規格で全てのデータベースが世界中が同じ規格でやってないとできませんので、それはトリプル IF っていうのがまさにその機能の具現化したものだと思うんですけれども、それをデータを作ってさらにそれを皆さんに使いやすいように見やすいように実装しようみたいな動きは出始めています。でやっぱりそうなると佐川先生のような読み取れる方と組んでそれをするっていうことは必要になってくるので、そこは非常に重要な点だと思いますし、実はその植物学の場合、例えば採取地を書いていいのか悪いのかとか、
これは絶滅危惧種なのに出してしまっていいのか悪いのかとか実際に今起きてるんですけれども、その先手の専門家の方たちと組んだ上であえてデータを消してるっていうケースもあったりするので、なかなかそこはちょっとできることとできないことはあるのは事実ですが、今鋭意努力中っていうのが我々の業界の人間たち総出でやってるっていうのが実は、はい、現状だと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ次大野先生からアドバイスおよび注文画面共有してもいいですか。はい、ざっくりこの時間内で書いたメモなのでいい加減なものですけども、まあ、まず倉重先生のお話を聞いてちょっとメモったことをスライドにしてみたんですけどね、いやちょっと違ったら違うって言っておっしゃっていただければ結構かと思うんですけど、まあ、その例えばツツジを例に挙げていただいたと思うんですけど、それツツジがまあ突然変異をすると、でそうするとその突然変異を発見しておなんか面白いの出てきたって言って、まあ、皆さんシェアをして、まあ知っていくわけですよね。でその中からまあ面白いのがあればそれを園芸利用しようとすると、まあ、それにはいろいろ得意な面白い名前をつける、これも結構名前をつけるって結構重要なことだと思うんですけども、まあ、その名前をつけてその名前がまた広がる、でそれをまた名前がついて世の人が知るともうそれを鑑賞して、まあ、絵画にしたり写真にして、まああいう今日展示会なんていうのは、まあ、そういうところでまあシェアされていくと、でそれが広がるとどんどん栽培されていって、まあ、先ほどの料理じゃないけども栽培されたり利用されて、またそれもその栽培法とか、なんか虫が出てきたらその虫に対する、まあ、対処方法とか、でそれを栽培してるとまた今度突然変異が起こるこの際もう一回回るっていうくるっと、でそういうのがまあブームになって文化になって、まあ、一つの動きになるんだろうと、このサイクルっていうのがすごく重要であって、これは別に秩序じゃなくたっていろんなあらゆる現象をも、まあ、つまり動くものは全てこういうものを、まあ、突然変異という名前じゃなくたって起こりうるわけですよね。で、そう思ってみるとアカデミックリンクって何だろうっていうのが僕の中の、まあ、今理解しようとしているところですけども、まあ、要はその発信をするということと、まあ、その発信をした情報に出会って、まあ、その、まあ、そこの、まあ、例えば土のことに興味を持つ、ね、でそれで今度その土を調べたりみんなで学習したりもしくは栽培をしてみたりして、それをまた今度共有をして、まあ、こういう場でお話をしたりする、でそういうのがぐるぐる回ると文化になっていって、まあ、動きになっていくっていうのが、まあまあ、私がやって庭園でもそうだし、ツツジでもそうだし、だと思うんですよね。ただ、まあ、例えば、非常に例えば園芸学部と近いっていう、まあ、この図書館と近いという意味では、私が今いる名古屋地質大学の芸術工学部というのも、1学部の1キャンパスですね。で、うちの大学は4キャンパスあって、またうちだけが、まあ、ここと同じ、うちだけが離れてるっていう環境にありまして、まあ、そうすると実は一番難しいというか一番こう種になって難しいなと思ってるのは発信するってところ結構難しくて、まあ、うちだと芸術工学なので結構アートを作ったりとか、まあ、建築だと模型を作ったりっていう活動をしてて、まあ、そういうところにもちろん植物も出てくるし、もしくはそういう社会学的な部分が出てきたりして、本当はいろんな人の意見を聞いたらいいんだけども、まあ、なかなか発信するというところのまだこう入り口のまあ、やっぱり教員は今度はいつもこうなかなか教材を作ってたり研究してるの忙しくて、じゃどうやったらそれを発信するのに、まあ、しかもそれを読み手に分かりやすいように発信できるかっていうのは結構課題だなと思っていて、まあ、最近 3D の技術とかそれをこう簡単に記録できるメディアいっぱい出てきてるんだけども、それをじゃあ今度そのウェブにどうやってこうリンクさせていくかっていうのは結構そこにはまあ、個人的に言えばかなりハードルが高かったりするんですよね。ではじゃあ情報がいっぱい集まりましたっていうと、今度は先ほどの小林先生がおっしゃられたみたいにたくさん情報集まってくるけど、まあ、ググればいいけど、ググって適切な情報かは分からんんですよね。でそういう意味で情報をどう整理するかっていうのはさっきの名前をつけるって結構大事だと思っていて、まあ、多分タグ付けっていうようなことだと思うんですけども、でその中でそのタグにどんだけうまくアクセスできるかは、まあ、我々若い人は SNS でいいかもしれないけど、じゃあちょっとそういうの使えない人にはいろんな入り口がないといけないよね。でこれは今図書館でプロポーザルコンペなんかあると必ず言われるのは、もういわゆる従来 の図書館いらないよ、どんな人でもアクセスするできる図書館欲しいよっていうのは行政の要望なわけですよね。でそうすると どれだけたくさんの入り口を用意できるかっていうのが図書館に多分求められてくるので、それによってそれがこう共有できるものになると初めて何かシェアできる場ができて、それで初めて多分今日ここの場のようなこうアカデミックリンクみたいな場所が生きてくるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
まあ要はだから何が言いたいかっていうと、まあ、これをぐるぐる回すってことをしていくことによって初めてこの多分こうコンセプトが体現できるんじゃないかなっていうのが私の思ってるところで、まあもうそれは結果はいつ出るかは知りませんけど、とにかくやり続けることをまあ各人の努力であるしかないなっていう、まあ、何非常にこう漠たることしか言わないですけども、そんなことをちょっと思いました。はい、どうもありがとうございます。あの特に発信が重要ですよっていう趣旨だったかなというふうに思います。どうもありがとうございます。じゃあ国本先生、何かアドバイス、あるいはあのリクエストというか。いや、今あの先生のご理解が大変、全くその通りというかですね、あの学術情報流通とかっていう考え方があるんですけど、研究成果を生み出してやっぱ発信して再利用するっていうプロセスがあって、初めてより我々の研究って成り立つと思うんですけれども、あの実は図書館って今までですね、その再利用の種、利用の種になるものを一生懸命蓄積するってことに割と注力してきたと思うんですね。で、小林先生がおっしゃっていた、あの要するにそれに出会う契機を作ったり場を作ったり機会を提供する、で今の学生さんたちってその興味がいっぱいあるんですけど、興味の持ち方に関して結構増えてる時があるので、こういう持ち方があるんじゃないのっていうその提案を、まあ、例えば専門家の先生だったり身近な大人がするっていうのはすごく重要なこと でそれがまずあって初めてその次のフェーズに入っていくっていうところがあると思うんですね。なのであの小林先生がおっしゃってたように、これからやるときっていうのは図書館員は手持ちの図書館というか図書館を取り巻く人々はっていうべきかもしれません、アーカイブしている我々はっていうべきなんですが、その手持ちのものを貯めとくんじゃなくて、こういう機会がありますよっていうところまで提案できる、プロポーザルできるようにまずならないといけない。でその時単体では確実に無理なので、周囲の方の力を借りて、それこそ今お昼休みに先生方と話したらものすごく面白かったんですけども、そういうのでワイワイしながら提案するっていうところまでが仕事だと思ってないといけないっていうのがまずあると思います。でそれともう一つ今の発信のところなんですけれども、やっぱり今のフリーとかオープンのコンテンツが増えてきてるんですね。でもう一つやっぱり若い人を最近私たち一緒に仕事してて思うのが、再利用なのかオリジナル利用なのか何なのかが分からないまま、でそれに必要な知識をやっぱり我々の方を教える、我々の方があんまり増えてであるせいもあると思うんですけど足りてないので、彼らにちゃんと教えられてないっていうところがやっぱりあって、あのさっきバックの話とかありましたけども、これをどこまでの範囲なら何をしていいのかっていうような、やっぱ著作権に関わるものとか微小権に関わるものとかいろいろあると思うんですけども、そういうものをきちんと理解して再利用のプロセスにまで持っていく支援っていうのは、あの教育者の方もですし、それをサポートしている教育学習研究支援をやっている我々もなんですけれども、その辺の再利用に対するサポートっていうのが次のフェーズでいるかなと思ってます。でちょっとやっぱりその、まあ、演技に限らずなんですけど、いろいろな文化が沈滞しちゃうのは、そういうのが欠けてるっていうことに気づかないまま何かだけをぶわってやると途切れちゃうっていうことが起きうるので、今先生がちょうどおっしゃったまさにサイクルズなんですけれど、あれの契機を持たせるっていうところと、さらに生み出されたものを正しく相手を尊重しながら使うっていう次のプロセスつなげるみたいなの支援が、あの実は図書館とかアーカイブとか、まあ、研究成果としていろいろ出している我々もなんですけど、その辺きちんとまず我々自身が知識を持って回していこうって思っていかないと、我々自身がドリブンだと思ってやっていかないと、なかなかその次のフェーズとかいろんな文化の方向につながらないかなっていう気はちょっとしています。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、最後に、辰川先生、もうさっきトートバッグの提案はしていただきましたけど、それ以外のことで、あ、なんかご提案、あるいはコースしたんじゃいけないアドバイスありますでしょうか。先生方のご提案と違って、私からのお願いというか、大変地味な、つまらないというか、つまらなくはないと思うんですけど、地味な、厳しいお願いになってしまうと思うんですけれども、あの今、どんどんデジタル化を進めてらっしゃると思いますし、もうすでにあの公開されているものもあると思うんですが、それにこう優劣をつけないでほしいということです。まあ、どうしても、まあ、展示に出したから先にとか、有名だから、綺麗だからっていうふうに、あのまあ、ここっていうことを受けてなくて、どこでも大抵その資料の一文があると、そのいいものから紹介されていくんですけれども、そうすると地味なもの、わけのわからないものっていうのはどうしても残されてしまって、そしてその予算の問題もありますね。そのデジタル化するときに予算がついてると、最後に残ったものはなんかもう、もうなんか死蔵されてしまうということもよくあります、ですがそれはやっぱりあの不遜なことで、あの資料の価値っていうのは、
今決められるものではないとか、むしろ、まあ、あの先ほどの、国文学研究資料館ですとかで、公開されて、そして誰かがその書きを発見してくれるかもしれませんし、で、皆さんもご存知の通り、あの江戸時代の版本とかっていうのは本当に翻刻が進んでいなくて、いまだにその活字化されない日本国のものが山のようにあって、いまだに自分でも専門のものを一生懸命やってるわけなんですけれども、意外とその学生が、例えば卒論を書く学生がやってない人がいるんだったらやりたいって言って、その駆除指示を勉強してる学生がやることもあるんですね。そうするとたくさんのこの資料が上がっていれば、例えば園芸学、園芸学部の学生と文学部の学生が組んで何か一つの園芸書を研究しようってことも可能になると思うんです。でそういう材料を立派なもう研究されているものだけではなくて、本当にうどん状のものも含めて全てさらけ出すというか提供していただきたいという気持ちがとてもあります。で私前に少しだけ国文学研究資料館の仕事をしていたんですけれども、その歴史的典籍の研究ということで、まさにタグ付けみたいなことをやってまして、例えば本の中から犬の絵を描くと全部抜き出して犬だから検索すると全部犬の絵がバーって出てくるって言ったんですね。それがその園芸でもできたら楽しいなというふうに思います。でさっき倉重先生がおっしゃってたようなことにも答えうるかなと思いますので、まずはそのデジタル化して提供して、より広く話題の内部だけではなく外部の世界に開いて多くの知見が集まってくるのを待つというのをしたらいいかなと思います。あと最後に、いつも最後余計なこと言いがちなんですけれども、大野先生の話を聞いていて思ったんですが、松戸文化の図書館の前のスペース、あそこでパフォーマンスができないかなと思いまして、特に園芸学部のオリジナルで考えると、何か五穀豊穣の神事っていうかお祭りの前とか、そういうものをあそこでなんかやったらいいんじゃないかな、何かパフォーマンスとして空間とかパフォーマンスが、それでみんなが集まってそれを見る、そういうことにも向いている素晴らしい舞台になる空間だなというふうに思いましたので、ぜひご検討いただけたら嬉しいです。以上です。わかりました。ありがとうございます。最後の提案は、今後ぜひ、たくさんが実技も含めて、ご参加いただけるとありがたいと思います。それじゃあ、そろそろ締めたいと思うんですけども、私、今日、講演会やらせていただいて、大変良かったなと思います。実は今、この園芸学部で、園芸文化を研究している教員とはいません。それぞれ植物学だと植物の、生態だとか、あるいはこう DNA だとかありますし、社会学的なことをやっているのがいるんですけど、それで文化としてトータルでやる人、やっぱりなかなかやっぱ研究しにくい、こういう応用学部だと、そういうことがあるので、倉重先生もちょっと関連したことをおっしゃってたと思うんですけど、ちょっと意識して、こういう場を作ることは大事かなと思いましたので、図書館がそういう役割を果たすというのも意味あるかなと思いました。ぜひこういうふうな集まりを次回はオンラインじゃなくて対面で、あるいは先ほどの、アカデミックニックの前 の、 芝生のところでとかですね、オンサイトで、やりたいと思いますので、今後ともずっと、ご協力ご支援いただけるとありがたいと思います。どうもありがとうございました。それでは最後に、図書館の加藤会長から、閉会のご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。図書館会長の加藤でございます。本日は各副会長と斉藤副会長、3名で参加させていただいております。アカデミックリンク松戸の、完成の記念展示会および、記念オンライン講演会を開催についてです。開催に向けて小林先生のご尽力に感謝申し上げます。現下の、この新型コロナの影響下にありまして、小林先生、大学本部との、この開催に向けての、ご苦労を
垣間見させていただきました。本当にご苦労様でした。本来ならば本日は大学祭、途上祭、ホームカミングデーとしてですね、同窓生と久しぶりの歓談の場でもありましたが、また市民との交流の場でもあるはずでした。またこれができなかったことを非常に残念なんですけれども、このオンライン講演会を講演会がですね、来年の途上祭の架け橋になっていただければというふうに思います。このアカデミックリンクはのに向けてですね、途上会としても大学講演会とともに協力してですね、目標5000万を抱えて努力してまいりました。その結果5800万円の募金を造成することができました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。この5000万を超えた部分は庭園管理費、先ほどご紹介いただきました花式のライブラリーの構築費などにもすでに充当させていただいております。ちょっと余談ですけども、私は71年千葉大学言語学を卒業しました。ですがこの私の大学4年間正直言って図書館に一度も通ったことがございません。71年卒業っていうのはですね、ちょっとお笑いになって非常にあれなんですけど、私剣道部で毎日稽古してました。後半の、2年間大学闘争の真っ只中、私 の、 剣道部の友人がですね、大学党を選挙し、また同じ部員がですね、その選挙した、管理党を解除に向かうという友人同士がまさに戦う場、そういう、ところでこの4年間を過ごしました。ただ今今日の一日を見てですね、少しはそういう勉強をしなくちゃいけないなということと同時にですね、もう目の前が後期高齢者です。で家内がだんだんこう、なんていうか圧政というかですね、厳しい指導が強まっておりますので、その回避の上でもこれから図書館通いに、でなんとか自分の、場をそこで見つけたいと思います。今後ともよろしくお願いします。本日は、ご参加ありがとうございました。ありがとうございます。